あれ、ナルト、なんでお前がここにいんだよ。今日は卒業生だけの説明会だぞ。ったく、めんどくせえ。お前さ、お前さ、この人やつが目に入んねえのかよ。俺も今日から忍者なってばさ。ナルト君、卒業できたんだ。はぁ、ゴー、また私の勝ちよ、さくら。何言ってるの、私の足の先があんたより1センチ早く中に入ったでしょ。見えるわけないじゃん。何言ってるよ、このデコ。さくらさんが俺のこと見てる。さくらさん、おはよう。どうした。おはよう、サスケくん。シャンダロー。はぁ、こいつってば、くのいちクラスで人気ナンバーワンだった男。なんだよ。てめえこそなんだよ、このうすらトンカチが。こっち見て言えよ。なるとうざい。ちょ、あ、サスケくん、隣いい。ちょっと、サスケくんの隣は私よ。早い者勝ちでしょ。教室に入ったのは私が早かった。私、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 はい、静かに席に着く。バーカ。うん、今日から君たちはめでたく一人前の忍者となったわけだが、しかしまだまだ新米の忍び、本当に大変なのはこれからだ。今後は3人1組でスリーマンセルの班を作り、各班に1人ずつ先生がつき、その先生の指導のもと任務をこなしていくことになる。3人1組。あ、誰がサスケ君と組むことになるのかしらね。さあね、シャンダロー、サスケくんと組むのは私に決まってるわ。し、三人一組か。足手まといが増えるだけだな。まずはさくらちゃんと、あと一人はサスケ以外だったら誰でもいいや。班は力のバランスが均等になるようこっちで決めた。それでは発表する。第一班、じゃあ次、第七班、渦巻ナルト、春のさくら。やったーやったやった、ナルトと一緒。そして内葉サスケ。やったー、サスケと一緒。ナルト君とは別の班か。次、8班、ヒューガひなた。はい。犬塚キバ。おー、油飯の仕方がない。なんであんなやつがいいのかね。女ってのはめんどくせえ。そんなこともわからないの、しかまる。おりゃ女じゃねえからよ。だからモテないのよ、あんたみたいなのとは組みたくないもんだわ。第10班、山中井の奈良しかまる。てめえことになっちまったみてえだぞ。おい、それから秋道長治。おまけにて、僕はデブじゃない。あ、僕シャリ系だ。最低。半分けは以上。イルカ先生、うん、よりによって優秀なこの俺がなんでこいつと同じ判断だってばよ。サスケは卒業生の中でトップの成績。ナルト、お前はドベ。ハンの力を均等にすると自然とこうなんだよ。せいぜい俺の足を引っ張ってくれるなよ、ドベ。なんだとこら。いい加減にしなさいよ、ナルト。それじゃあ今から各班担当の先生たちを呼んでくるから、それまで解散。イルカ先生、俺ってばもっとすごいやつと。先生、ナルトって本当にうざいよね。やっぱりまともな育ち方してないからよ。ほら、あいつ両親いないじゃない、いつも一人でわがまましほうだいいわね。ほら、一人ってさ、ガミガミ親に言われることもないしさ、だからいろんなところでわがままが出ちゃうのよ。孤独。え？親に叱られて悲しいなんてレベルじゃねえぞ。どうしたの急に。お前うざいよ。